温島は、大韓民国院町広域市高架郡西島面、温島里にある島である。西島面では最も大きな島である。面積は6.57平方キロメートルで、海岸線の長さは16.0キロメートルである。高架島から西に7キロメートル、高海道の延べ白群と5.5キロメートル離れた、最開最北端に位置する。 北の海岸線は急線ラインの南方限界線である。1896年の行政区域改編で共同軍に属してから1915年、軽機動交換軍の付属当初として編入された。1962年には恩出張所が設置され、1995年にインチョン広域市に編入された。朝鮮王朝、人祖の時、民に行った林慶成が、 風浪に見舞われてこの島に滞留する中で丸い月を見たことから満月島といったと伝わる。その後、丸い月である十五日月の発音のまま、ポルム島と解消して発音に従って漢字化が行われた。今も林経業の祭祀を取り行う祠がある。北の放火山と西北の越玉山などが高い山地を形成しており、その間は概ね低く平坦な地域で、 そこに集落が形成された。海岸は大部分傾斜が緩やかながら、腰玉山付近の海岸は休傾斜をなす。過去には海岸線がとても複雑だったが、干拓事業を通じて単純に変わり、農耕地が大きく増加した。南の砂浜海岸は、ヨントゥル海水浴場とチョゲコル海水浴場として利用されている。また、ヨントゥルの海浜は、 自然学習場として活用され、チョゲコル海水浴場では、貝の採集ができる。1月の平均気温は低、摂氏3.0度、8月の平均気温は、摂氏24.2度、年降水量は1 4 4 8ト、mm、ルである。2009年現在、人口は280名が居住しており、世帯数は157世帯である。 1999年12月末時点では、124世帯284名の住民が暮らしていた。集落は大部分、島の中央、放火山と腰玉山の間にある、低く平坦な地域に位置し、安丸千丸と東部のン荒れ村などいくつかの自然村を中心に密集している。住民たちは大部分農業や漁業に従事する。土地利用現況は、 1.52平方キロメートル畑0.64平方キロメートル、林野3.74平方キロメートルである。主要農産物は米、大麦、大豆、ジャガイモ、ニンニク、唐辛子などである。海産物は、ビビたるものながら、ウムギとエビマナガツオガサミなどの生産量が多い。ウムギの養殖も広く行われている。大韓民国指定天然記念物。 第304号に指定された胃腸が有名で、北西の海岸付近にある。交通は、高架群外浦里から定期旅客船が運行されている。教育機関としては、西島発、中、高等学校の初等学校と中学校の分、教場がそれぞれ1校ずつある。温島の属するインチョン広域市、特に高架群周辺は、遠浅の海が大きく広がって、 日潟が多く、特に、西島面、温島周辺は鳥たちの楽園となっており、カラシラサギ、クロツラヘラサギなど24種の鳥たちが餌を求めて多数集まってくる。ありがとうございます。